もしも他のキャラをやるならどのキャラをやりたいですか。また困る質問だなこれ。いや銀時ですよ。本当ですか。主役がやりたい。どうですか。出番少ねえんだもん。生臭えなおい。生臭え話だよおい。毎週出たいもん。主人公も出ない回ありますよ。あるからね。じゃあ銀時ダメなら新兵がいいですよ。新兵ね。でもあれピントはいいですよ。ピント大変よ。意外と難しいからね。だってすげえ正解率だし、絶対いいと思う。鈴間さん神楽は。神楽。ああ神楽ね。神楽。いや神楽って。やって、やりたいですよ。だから、よろずやのどれかやりたい。どれか。サダハルでもいいわ。サダハルは。ダメ。あ、ダメなんだ。あいつさ、すげえ美味しいと思ったの。最初。1話とか出てたでしょ。ワンしか言わないしね。そう。ワンとかしか言わないけど、あれもうずっと一緒にいいんだと思ったら、全然出てない。バレた。全然出てない。ピカチュウとはわけが違うでしょ。オクタ以上に出てこねえ。でしょ。だからね、ビカコング先輩も、翻訳は、おつーちゃんだと思ってるんですけど、本来ならおつーは、あれ、金役ですから。そうでしょ？って思ってたのよ、俺も。でも、その貞原すらももう希望がないでしょ。はい。だから危ないとこだったなと思って。いや、危ない危ない。いや、本気で狙ってたんです。いや、本気ですよ、何か。わ、恐ろしい。当たり前じゃないです。ガツガツやらないと、こういうこと。ガツガツ。ガツガツいかないブラックバスみたいですよ。そうですひどいなぁ。湖の生態系を破壊するわけですよ。ガツガツ。板尾の生態系も破壊しかねない男ですよ。ちょっとそういうの大事ですよ。本当にね。生臭い話で終わったな。なんだこれ。じゃあこんな時。こんなイメージですかね。ふとした、その、なんだろうな、アクセサリーの配置とか、普通の人が真似したらただゴテゴテしてるだけになるのに、桜ちゃんだと一貫して何かまとまってるんですよ。美的センスですよ。なんかすごい褒めてくれるんですね。褒められてますよ。本当ですね。真似できないんですよ、だからそれって。だからいつも見て、そういう組み合わせになるんだと思って。セイントビーストの時に、もう大体だね、どんどん。ネックレスのチャームみたいなものがいっぱいついてる時があって、それこそチェーンも2、3本ついてて、でもすごいまとまってた時があったんですよ。それ今、すごい久しぶりに思い出した。よかった、思い出すもんだね。なんか一貫してバラバラに見えるんだけど、実はまとまってるっていう、モチーフにもちゃんと統一性があってっていう。この人のレベルはやっぱ群を抜いてるなと思って。そう見られてました。おしゃれレベル。セイントピストン。メール読まなくていいんじゃないですかね。プロファイルで終わるから。おしゃれレベルが群を抜いてるなっていう。いやいや、そう、ありがとう。いやいやいや。次行きましょう。今度あげるね、なんかね。あれ一回欲しい欲しいって言い続けたら、ベストくれたことがあって。ベスト桜井さんのベスト超かっこいいですって言ってたら、それくれたことがあげるよ。今でも宝物です。よかった。ほっとかっこいいっすよ。わかったよ。ほっとかっこいい。あげるから、なんか欲しいなって教えて。ありがとうございます。俺は友達みんなキモオタなんで、珍しくその中でスポーツもできるやつがいて、結婚したんですよ。スポーツ方面で知り合った嫁だから、いわゆるその結婚式でも、新郎には秋葉原的な趣味がございます。言い方な。その視界。なんか抱き枕カバーみたいな膨らまして、浮き輪になるやつがあったんですよ。抱き枕の形の。それを二つ持ってこう、イエーイって、豊島園のプールで、にこやかに笑って写真が出た時の、爆笑とかじゃないんですよ。みたいな。何みたいな。ちょっと引いてんすね、これ。そらな。向こうのご家族、ちょっと、動揺するよな。新郎側は、俺らで、みんなメガネで、みんなもっさりしてて。みんな暗くて。で、新婦側は、みんな美男美女なんですよ。で、俺は電報読めっていうの、急に無茶ぶりが来て。新郎のご友人、杉田様は、人気アニメ、銀玉で、銀玉だって何みたいな。恥ずかしめじゃねえか。当然知らないから。ほらね。何あれって言って。秋葉原的趣味がないからね。わかんないからね。杉田ですって言った瞬間に、まあ、向こうのその新郎サイドだけが悪盛り上がりして、キモオタ特有の。で、電報も全部その格闘ゲーマーなんで、格ゲーマー特有の煽りの文章ばっかりで。最悪だ。最悪じゃねえ。これ読むのかよっていうね。もう空気。最低の空気でした。怖い。まあ、僕は嫁の方に、モバコインカードをですね。ネットの課金カードを、ご祝儀よりも多く包んで。これでシンデレラガールズのガチャ回せや。な。おめえの好きな新田みなみちゃん手に入れるんじゃボケ。わざわざ須崎彩にサインまでもらってす。すごいね。その時の嫁のリアクションが、急になんか目がスーってこう光が消えて、よかったっ
ですねって言って、急にあの夫に対して敬語になって。怖いよ。あの瞬間が一番面白かった。杉田くん的にはな。うわぁ、怖えなぁ。いや、でも今はもう子供も生まれて、いい夫婦ですよ。よかった。それで本当、砕いてたらね、新郎側の責任になるからね。絶対俺の責任だと思って。ラジオネームミクさん、はい、起きたといえばお姉さんである三葉さんが出てきた三葉編は、うんうん、いつも放送コードギリギリの銀玉では考えられないくらい涙が出てきてすごく感動しました。今でも心に残っている大好きな話です。鈴村さんにも実際にお姉さんがいるそうですが、うん、兄弟がいてよかったなぁと思えた話を聞かせてください。ということで、なんでいい話させようとしてるんですか。いや、泣かせる話も混ぜてもらって。泣かないよ。三葉編で感情、いや、感動したらしいんですよ。感情ね。乗るんだ。したした。でもあれはいい話だったね。いい話、いい話。すごいいい話でした。管理人さんよかった。管理人さん来ると思いませんでしたよ。ものすごいよかった。なんか血を吐かせたりとか。そう。なんかゲボ吐いたりして。おげらーって言って。あれがいいよかった。スタジオに入れなかったからな。俺は後ろで見てましたよ。感動しましたよ。びっくりしました。ナオシカゲボですかね。今すごいなんかこう、途中で急に銀玉の音声に切り替わったら面白いですよね。おじさま、私は、ロロロロロロ。それぐらいの激しい。俺はどっかの怪盗三世も途中で弾くわ。うわ、ないわ。弾くよね。姉ちゃん。姉ちゃんの感動エピソード。感動エピソードか。リアル姉ちゃんですね。リアル姉ちゃん。もう時代のせいですけど、うちの姉ちゃん昔ね、スケバンだったんですよ。ああ、最近聞かねえなぁ。花スケバン。スケバン。ロングスカート引きずってたのんびり気分じゃないわねですよ。本当に。反逆同盟の。すごいのよ。すごくて。え、鉄仮面とか被ってヨーヨーとかさ。あ、そこまではいかん。そこまでってそれちょっと違うよね。違いますか。デカ的なものだからね。でもね、そういう感じでね。でね、なんていうんですか。もう時効ですから、うちの姉ちゃん、その、なんていうのかな。そういう、グループに入ってまして、グループとつるんで、夜いなくなったことがあるんですよ。で、なんかグループの、これもう、俺がほんと小学生の時とかだから、あんま覚えてないし、実際のとこ知らないんだけど、グループの構想みたいなものに多分巻き込まれたっぽいのよ。で、なんか帰ってこなかったの、夜。それを心配したうちの親が、そのグループに、なんか乗り込んでいって、うちの娘を返せってやったらしいんですよ。その時がかっこよかったって話をうちの姉ちゃんから聞いて、それが俺の中ではかっこいい話なんだけど、現場に居合わせてないから何のイメージもない。でも俺の中では、こう、土曜9時のあの日テレとかでやってるあのこうなんかドラマのなんかちょっとなんちゅうのこう廃工場みたいなとこに、親父がバーンって入ってきて、なんか行ったイメージがあるんですよ。じゃら、じゃらららって。そういう感じ。そういう感じ。そんな感じなのよ。だからそれ、もし本当かどうかわからないんですけど、毎回ね、飲むんですけど、親父と。その話聞こうと思うんですけど、なんかちょっとタブー感があって。そうだね。それには触れろな、みたいな空気があるのを、今年こそは払拭したい。お今年も何も多分そこで軽くお父さんモテちゃって、ちょっと楽しくなって帰ってきたんじゃないですか、と。可能性ある。ちょっと浮かれてチェーンとか持ってたよ、うちの姉ちゃん。カミソリでできた。そう。ツルとかこうね。あ、でもそういう感じだったよ、でも。本当ベタに武器持ってたもん。困っちゃったじゃねえか、もう。怖いわ。もう、怖い怖い。渋谷に来たくなくなっちゃう。怖い怖い。この空気感を大事にしていくよ。赤いスタジオ怖くなっちゃう。チェーンですよ、チェーン。二度と来たくなくなっちゃう。チェーン以外にも、メリケンサックとか。その話もういいの。え次に行ってほしい。次行っちゃう、次行っちゃう。ガンガンもう、次行っちゃう。はーい、すいません。謝っちゃった。感動しなくても涙って出るんだな、僕犬大好きで犬飼ってて、でどっちかっつうと猫ってちょっと信用ならねえぜって思ってたんですけど、この間犬散歩してる途中猫拾いまして、拾ったんですか。猫拾ったんですよ。あらまあ、そりゃ猫なんてと思ってた。その猫が可愛いんだ。ああ、超可愛い。もうすげえ可愛い。それじゃあ、どういう猫ですか。いや、もう普通の三毛猫っていうか、もういわゆる雑種っぽい感じの猫なんですけど、それで犬の方が全然、まあもちろん先輩だし体も大きいんだけれども、なんとなく気が弱く、こう猫に遠慮しちゃって、猫はこうちびなりに堂々としてるなんていう様がとっても可愛い。それを見るのが本
当に楽しいので、僕はそろそろ帰ります。あれだね。今日銀玉の話じゃなくて、猫の話しときゃ中井くんすごい饒舌なんだよ。なんかでもほんと可愛い。猫が、こんな可愛かったんだって。テンション高いよ、もう。猫の、って全然わかんなかったんですよ。なんかもう信用ならないじゃん。犬は忠実だし、絶対いいよって思ってたんですけど、なんか、猫ってこんな可愛かったんだ。そ, 最近そこで犬派の鈴村君思った次第。僕もガチの犬派なんですけど、僕犬の可愛さは変わらないんですよ、ね、でもなんか猫もいい、猫もいいな、猫も興味あるな、興味深い。続きまして北海道中二病がうつくさんです。アニメ銀玉復活おめでとうございます。アニメ銀玉編で銀時の弱点を克服したのが金時ですよね、うん、演じられている杉田さんにあって中村さんにない弱点があったらぜひ教えてくださいと。杉田さんにある弱点、杉田くんにあって中村くんにない弱点、なんだろうな、好きな女の子を前にしてテンパらないところかなお前はテンパる、テンパる、俺はテンパらないと見える、見える、あ、分かんない、その相手のこと好きじゃないんじゃない、あれあれなんだこれ、悪い顔になったなこの野郎ラジオって怖い顔が合わねえ、好きじゃない女を口説いてたんじゃないかな、おっとお前ちょっとやめろよそういう俺なんかあのこういうそういうことに関してはなんかあの、うん、カレーの王子様ばりにあの甘口だからかよくわかんねえんだそういうの、甘いなー、そういう駆け引きみたいなのわかんないんだよ、甘いんだもん、蜂蜜の味しちゃう嫌になっちゃうわもう、そうです、例えが最悪だなこれ、ね、大丈夫か杉田くんはね、はい、あの杉田くんが、うん、あの子は素敵だよって言ってる子に対して、うんうん、あの緊張して話がどうこうじゃなくて、うん、会話が合ってないんですよ言っちゃった杉田がね憧れ、例えばゆかなさんとかさ、はい、憧れる人ってさ、はい、あまり会話噛み合ってないよね、基本向こうの言うことははいはいって聞いてる感じになるね、うん、あで杉田が振るで、あのゲームとかっていうと、あのアニメはっていうと見てないです、うん、やってないです、うん、よくわからないねっていうね、うん、大丈夫、そういった中での食べ物の話題だよ、ああ間違いないから、それゆかなさん限定じゃないですかゆかなさんは確かに肉の話しとけば、肉の話でももう食いついてくるからね、うんうん、一緒に行ってくれるよそれはね、坂口さんはメガネっ子好きと聞きましたが、それはないからな、捏造はやめなさい、おっと捏造じゃな、マジでか、おいマジで来ちゃった、はい、坂口さんは、はい、メガネっ子好きだと聞きましたが、メガネっ子、銀玉に送るメガネっ子ということで、うん、やっぱり、さっちゃんのことって好きですか？あのメス豚加減がたまらないですよね。あのさ、ラジオ番組でメス豚って単語は普通出てこないよな。去年のジャンプフェスタの銀玉ステージでは、小林優さんがメス豚ですと発言した時には、爆笑しました。ゆうちゃんはね、メス豚の意味がどうもよく分かってなかったみたいだよ。そうですよね、うん。豚肉が大好きなんですって、よく分かんないことを育てて。アニメ雑誌を見てたら、メス豚って呼ばれることについてどうですかに対して、よく意味は分かんないんですけど、豚さんは大好きです。豚肉はもっと好きです。みたいな。ひどい。発言が残ってて。見て可愛い、食べて美味しいって、品種を買いますよ、本当に。そうじゃなくて。メガネっ子好きっていう割に、うん、僕はそうじゃないなと思うんですよ、坂口さんは。あ、マジでか。うん。きっとなんか好きなイメージの女の子がいて、それがさらにメガネをかけた時に魅力が倍増するってことです。基本僕ほら図書委員が好きだから、ええ、図書委員ってほら二次元の世界では大概メガネかけてたりすんじゃん。そうです。メガネっていうよりはもっとその細かいシチュエーション。そう。勝ち気なメガネとか全然燃えないもん。ほらそれだ。そうですよね。絶対そうだと思いました。そうでしょ、うん。ほら。でもまあ大概メガネっ子ということなんですよ。小手川さんは好きでしょ。あれで、もしメガネかけたら。かけてたらね。そうだね。怒るんだけど、なんだとって反抗すると、ごめんなさいって言ったら僕最高なんですけどね。僕怒んねえもん。まあ、あとは CV かな。CV 言うな。坂口さんがこだわるの、ね。CV とか言わないの？だってその声だったら大抵メガネなくたって好きじゃないですか、本当。杉田くんなんかやっておけばよかったことある？英語です。英語ね。ああ、わかるな。いや、でも今からでもやればいいんじゃない？まあ、でも。やってんの？もうほとんど忘れちゃったんで、勉強し直すんだったら本当英会話みたいなものかなっていう。まあね、うん。ふとした瞬間に要求されるんですよ、やっぱり。ディスカウントプリーズってね。ショッピング英語。なんでネギのこと考えるの？それ、台湾で話しかけた。あ、円使いますが。すいません。って言って。ごめんなさい。苦労台無し。ああ、もう二度と使いたくねえと思って。でもね、杉田くんもこの前ね、アフレコ帰りにね、はい、道聞かれてたもんね、外国の方に、ね。まあ、うん、軽く説明してたもんね。金髪のお姉さんに。まあ、うん、そうですね。本当に金髪のお姉さんだったね。そうですね。うん。で、遅刻しちゃった。
いやいや、そうだから。それは堀内健だ。実名ケンユーさん。ケンユーさんのホラーじゃないですか、いつも。いや、ケンユーは外、嘘、まあ嘘っちゃ嘘なんだけどね。あの、一番びっくりしたのは、クモの巣に引っかかっちゃって遅刻しちゃった。朝、ね、遅刻した。あれと、お家を出たら、巨大なペットボトルがあって、それに怯えて来れなかったって話。猫だったっていう。猫よけのペットボトルに引っかかるケンユーさんって何だろう、ね、巨大なペットボトルって言ってくれる。意味がわからない。大好きなんだよな、あの話。電車が渋滞してっても意味わからない。ペンネーム、うん、三島理央さん、うん、鈴村さんに質問です。はい、何ですか。起きたといえばド S ですが、鈴村さん、うん、自身は S と M どっちだと思いますか、うん、よかったら杉田さん、坂口さんの意見も聞きたいです。いや、俺もね、大人だなと思ったのは、さっきの共通点はあってところでね、うん、ド S なとこですとかって言わないとこですよね。さすがだね。このメールが来ると読んでいる俺、みたいな。まさか。ラジオ慣れしている俺、みたいなとこがあって。さっき、もうすごい紡いだんですけど、うん、俺はド S ですよ。おい来た、はい、もう完全にド S ですから。ひどいですよね。そうですよ。ひどいですよ、ね。肯定しちゃったよ。いやいや、ド S だなって。相手の本質を見抜いた上で、うん、その、生かすために、うん、まあ、池作りの池ですけど、はいはいはい、生かすためにはどうすればいいかってことをちゃんと分析して接する、というか、まあ、料理する人なので、うん、そういう意味ではいい意味で S ですよね。おー、褒められた気がする。お褒められたのかな。いいです。いいです。いいです。サービスの S ですよ。ああ。急に褒めたりさ、急に落とし込めたり何かするから分からない。どうしたらいいの？それ僕の発言が全部本音だからです。おぉ、本気トークですよ。そうか。嘘だったら全部褒めるとか、うん、全部けなすとかの方にもありますよ。おぉ、かっこいいな、お前。そうですか。うん。男は狼、生きてる限りねっていうね。なんでこの褒め合っちゃって、照れちゃってるみたいな。はい、どうしたらいいんですか？なんか変な空気だよ、これ。そう、ちょっとないわ、ここ。いい。早く鈴村さんと、新しい鈴村君出してこう。ラオウの CM にちょっと。ないわ。怖いもん。ここのスタジオよく来てるけど、もう初めてですね。僕もレギュラー番組ここの席ですけど、こんなドキドキするの初めてです。怖い、もうほんと怖い。次行こう。